一般社団法人インターネットユーザー協会は日本の一般社団法人。略称は見合う。2007年10月16日に設立された任意団体インターネット先進ユーザーの会が前進。同会は2008年6月25日付で中間法人法に基づく無限責任中間法人となった後、 公益法人制度改革に伴い2009年2月27日付の官方告示により一般社団法人へ転換するとともに4月1日付で団体名を解消した。日本国内においてはアメリカ合衆国における電子フロンティア財団やイギリスにおける権利解放団体のような 知的財産を利用する立場から専門的な政策提言を行う団体が存在しなかった。それに伴い、文化審議会著作権文化会をはじめとする知的財産法や音楽レコードの関流防止措置、知的録音録画保証金制度、インターネット関連法規の改正議論の場においても、権利者や業界団体の主張が優先され、 消費者の権利としてのインターネット上における言論、表現の自由を知的財産権により制約する方向への立法に歯止めがかからないでいる。その反面、ネットワーク技術の恩恵をより拡大する方向での立法がなかなか進まない傾向が強いと指摘されている。ミアウでは、上記のような傾向に対して、インターネット利用者の利益代表として、 情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れると考える、人々の声をまとめ、既存の法や制度に依拠する人々に対して、新たな技術による自由がもたらす利益と幸福について、説明することを、活動目的としている。見合う設立後の当面の活動目標としては、違法サイトからのコンテンツダウンロード違法化への、 反対意見表明コピーワンス及びダビング重技術の採用に対する反対意見表明著作権の保護期間延長に対する反対意見表明上記1から3に関するインターネットユーザーの意見表明の支援が挙げられている10月18日に東京都内で行われた記者会見では10月16日から11月15日まで 文化審議会著作権文化会が募集しているパブリックコメントの提出を一般ユーザーに呼びかけると、共に一般ユーザーの意見提出に対する支援を実施した。2008年以降は知的財産権に関わる問題に加えて、いわゆる有害情報に対する表現規制に関わる問題へ活動範囲を広げ、日本ユニセフ協会が主催するなくそう。 子供ポルノキャンペーンの活動趣旨に対する公開質問状を提出したり、同時期に自民党、民主党がそれぞれ国会への提出準備を進めていた、青少年の保護を目的とするネット規制法案への反対声明をワイドプロジェクト他の団体と共同で公表する等の活動を行っている。略称のミアウはドイツ語よびフランス語で猫の鳴き声を表す擬音であり、 公式サイト上では、猫が飛び上がる瞬間をイメージしたシンボルマークが使用されている。津田大輔以下は、発足時の発起人を五0音順で配列した。現在は、ミアウの活動から離れているメンバーも含む、組織概要の目的についてを参照。著作権問題で、ネットユーザーの声を集約。津田大輔氏らが、団体設立募集要項の詳細は、 文化審議会著作権文化会指摘録音録画、省委員会中間整理に関する意見募集の実施についてを参照。準自動ポルノに関する公開質問共同声明。私たちは、青少年ネット規制法案に反対します。ありがとうございます。